きなりひでチャンネル。はい、お楽しみの木曜日がやってまいりました。日刊スポーツの小屋の俊也記者です。いつも元気な人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、芸能界も次から次といろんなことありますね。本当にね。まあね、はい、大変だと思いますけどね。はい、今一番騒がれてるのがあの何、ジャングルポケット。はい、ジャングルポケットの斉藤慎二さんが移動異性婚、ね、なんかロケバスの中でやっちゃった、ロケバスのカンテレのですね、土曜何するっていう番組なのかどうかわからないです。土曜何する、うん。だからね、安子さんと、はい、安子さんがはいーって言って、この人ははいーっていうね、はい、そういう掛け合いをやってて、ロケバスで、まあなんかインフルエンサーでね、相手をね、特定するのも今ネットで流行っててね、それがまた被害者の方がね、やめてくれっていろいろ出したりしてますけどね。まあね、去年2回不倫で騒がれてて、ちょっとまたね、信じられないんです。僕はこの人を取材したこともあるけど、まあ芸人ってまあそんなやんちゃな方が多いわけですよ。そういうのやんちゃっていうの。この方は、この方はですね、大やんちゃだね。意外としっかりしたっていうか、もともとなんか常識人っぽいところがあった方で。うん、この斉藤さんって人は。だから、いわゆる司会業ですね。クリップの、曜日の司会もやったり、競馬番組の司会もやったりというね。競馬好きで、馬主さんもやってると。なかなか馬主って、なれませんからね。あ、そうですね。なんか、いや、結構稼いでるんだ。年収ね、今回の事件でね、吉本って一時期安い安いって言われたじゃないですか。一級でって、これぐらいの方だとね、年収ね、5000万はいってると思うんですよね。すごいすごいすごい。それをね、ちょっとこの事件でね、棒に振っちゃうっていうのはね、しかもですね、東宝、お芝居の、あそこを卒業して、文学座に入って研究生になった。おぉ、随分あれじゃないですか。本格的なんですね。で、だから、役者になろうとしたんだ、本当は。松田優作、中村正俊、渡辺徹みたいなものを目指していたはずなのに、なかなか正式なね、罪になれないんで、就職したわけですよ。そしたら、まあ面白いから吉本、NSC 行ったらいいんじゃないかって、そっから芸人人生に。むしろなんか芸人に向いているのが、災いしたとは言えないけど。見てるっていうかね。それでうまくいったんだけど。冗談で言ったのを真に受けて行っちゃったっていう、みたいな感じです、ね。本当はオーソドックスな俳優を目指したかったんです。そうですね。文学座のね。お芝居もうまいですしね、だから。へー。だから、去年ね、不倫が、ことが2回あって。あ、彼が。まあ、まあ世間からも叩かれて、まあ奥様はね、もう、可愛い子供さんもいるわけですよ。ちなみにこの結婚スクープはね、うちの浦部記者のスクープですからね。僕ちょっと自慢してるけど、僕のスクープじゃなくて、うちの同僚の今日一緒に飲む約束の浦部のスクープなんですけども。浦部くんの。はい。まあ幸せな家庭もあって、MC もやって、ね。唯一足りないのもって言えば、多分この人たちトリオでコントをやってたんで、はい、いつかキングオブコントを取るんじゃないかなと。これはM1 みたいに15年ないわけだから。ところがですね、だんだんみんな、それぞれで売れてきてしまってるわけですよ。このニュースをこう見ようと思って見てたわけじゃないけど、はい、ネットのあれをこう見てたらね、はい、彼の奥さんが、なんかこう瀬戸さん入れてて、だから、ちょっと事実と違うところがあるみたいな。だから、そのインスタグラムで書いてたのは、事実じゃない、無理やりやったんじゃないみたいなことを書いてるけど、それは警察に任せないと。だって、妻を裏切って、不倫に返して、懲りずにまた今回の問題で、こういう事態は認めてるわけですから。そういうのも書いてあったけど、そういう背景がありながら、その奥さんがさ、彼のね。いや、だから、奥さんに嘘ついてるかどうかもわからないじゃないですか。擁護してるわけですよ。だって、こう、ね、もともとは体調不良でね、休んでるわけですよ。ね、で、なんかあった、事件あったんじゃないかって書いたところがね、あって、それ消してるわけですから、消せって言われてるわけですね、どっかの事務所なのか何かわからないけど。で、嘘をついてるんですよ、その段階でね。あ、そうなの。だから、奥さんにもね、いろんな直撃を受けてもね、いや、そんなことないですって言うから、いやいや、そんなことないんだよと。まあ、不倫は認めてもね、いや、無理。言い切れるところがあるわけだな。無理やりやったんじゃなくて、合意だったんでごめんねって言ってるかもしれないから、そこで奥さんがまたかばうことをね、子供のいるんでって書いたことで。奥さんに対して言い訳してたその内容がそもそも嘘かもしれないという。そうですね。それを真に受けて奥さんが、
ちょっと彼を擁護したかもしれないそれでまた大炎上してるわけです、うん、奥さんは。ああそうかそうかそうか、うん、被害者がいるわけですから。大体その被害者っていうかロケバスというか、はい、何の番組をやってたんですか。関西テレビのですね、うん、番組で多分今言われてるのはさっき言ってたけど土曜何するっていう番組じゃないかと。土曜何するね最初に聞きましたけど、ね、で安子さんね、はいっていうのと口の斉藤さんははいって言うんでやってて、そのロケバスが2台やって、その中で、まあだから結構歌舞伎町新宿の真ん中でやってたから、ね、あの中が見えるようなんじゃなくて、その中で行為に及んだと。そうね、ロケバスだとあの着替えなんかもするからね。そうですね。カーテンし、まあ、もうちょっとした、うん、あの楽屋ができるようなっていうのをね、そうそうそう、やってたけど、ね、でも他の人も出入りするわけじゃないですか。その辺がね、この後逮捕されてないわけですよ、はい、今日時点では。はい、今日ね、多分逮捕はされ、身柄拘束そういうふうにはされないと思うんですけども、言い分がね。だけどさ、はい、吉本もなんかあっさり首にしちゃいましたね、なんかね。まあだって、あれだけ何本も持って売れてる人だったら、事務所としてはなんか、むしろガードするんじゃないですか。これが3回目ですよね、不倫2回で。あともう一つは宮迫さんがね、辞めようの時、すぐ首にしたわけじゃないですか。あの時吉本がこのままじゃった、ね、立ち上がった加藤浩次も結局、ね、契約を更新しないってなるように、吉本には6000人の芸人がいるんですよ。だから今松本人志さんが出てなくて、例えば千鳥がね、なんかこうアップされ、その地位をあるわけじゃないですか。6000人だから不祥事なんか起こしたらすぐ代わりがたくさんいるわけですよ。いや6000人いたらね、でも相当芸達者の人も多いでしょうからね。そうですね。単に売れてないっていうだけで、そうそう、きっかけがあったらわーっと出てくる人はそういうことです。いくらでもいると。いくらでもいますね。あ、バカだねこの人ね。なんでそんなことをしたんだろう。いやだからこの方はね、子供の頃にいじめられてたと。あ、そう。でいじめいけないと言ってよくね、講演的なものをやったりね、訴えてるんだけど、それが本人の本意だったのかなって僕は気がするわけです。あ、そうですか。なんかこう汗かいてね、だってもう何十年も前のことでいじめはいけませんよって訴えるのはいいんですけどね、うん、コロナ以降特にね、そういうネットでそういういじめとかの問題があるけど、うん、なんかねそれがかってこうプレッシャーになっちゃってるような感じもするんですよ。だっていじめたやつが見てるわけですからね、こいつが何者になってるか、すごいその筋の人になってるかもしれない。そういうことがあって、あとこの人は5000万円ぐらい稼いでると言われてるんですけど、借金があったと。あ、そう。競馬番組のね、司会をやっていながら、ギャンブル依存症。そういう話も出てきてます。ああ、そんなのがもう次々に出てきてる。ね、水原一平さん、大谷さんの通訳。ね、もうあんなところにいてそこそこ稼いでるのに、まああれは何億という、いやだけど、この斉藤さんも結局、稼いでてもそれは嫁さん、家庭がある方ですから、ね、でも売れっ子だから貸してくれって言えば貸す人もいるわけですよね。周りの芸人でもね。まさかこう、それがね、まとまった金じゃなくて売れっ子芸人やったら10万貸してそれが100万になるのかもしれないけども、うん、そういうのが結構溜まってて、もともとなんかこうちょっと叩けば埃の出る体でボロもいっぱい出てきちゃって、うん、でこの、まあ、ロケバスの中でのこういう強引なことをやったやらないで、うん、なんかそういうのも全部紛失してきちゃってるわけね。そうですね。だからまあ吉本は、吉本はいいんだ、6000分の1だから。まあそう言ったらね、身も蓋もだから残った2人どうするかですよね、トリオですから。まあやってって、あのこっちの太田の方も家族であるし、おたけはですね、この人が一番ね平場っていうかね、普段芸人っぽい人なんですよ。ああそうですか。ね、月島でもんじゃをやってて、もんじゃをやってて結構ね、あの有名人も行くようなねお店で、いい店なんだ。いい店っていうか、おたけがね、お母さんがやってた店を継いでっていうんで、これ逆に言うと他の2人はね、それぞれピンでやって、おたけ芸人引退しちゃうのかなと、あのもう一番そんなことも言われてるんですか。いやいや、かもしれない。いや一番こう、ね、軌道修正が効かないタイプだから、一人であんまりやるってイメージがないわけで、ところがもんじゃやりながらこう結局こうたくさん芸人がいるところに行けば暴れるし面白いしっていうね、すとんきょうな、僕も一度沖縄国際映画祭で吉本さんに連れてた時、あ、おたけすげえなーと持って見てましたけどね。なるほど。まあね、これから書類送検ですから、この後起訴されるかされないかと。で、まあ示談交渉っていうのが当然進むわけ。女の子の方は断然許さないとか言ってるよね。言ってますね。だからあと、
だから奥さんが時短はないってこと、奥さんが借りたいことに、いや分からない、これ10億くれるんだったら僕なんかすぐ今10億は冗談ですけど、そうだね、多分許され、だからこれだけ大ごとになっちゃってもうダメなんだけど、時短はやるっていうのは、例えば、高畑敦子さんの息子さんの問題なんかは、あれ書類送検もされてないのかな、逮捕されたけれど、結局時短になってるわけで、それでもやっぱり芸能人としてはね、ちょっと一からやり直しみたいになるわけじゃないですか。なかなかだけど復活するのは大変だね、こういう風になっちゃうとね。まあ、無理ですね。いやだから難しいよね。唯一ね、あれなのは、この人が言う、奥さんがね、インスタグラムに書いたように大いの上だったんだと。それでも、それでもダメですね。例えば渡部健さんなんかもね、あれ悪い意味で法律には違反してないわけですよ。でも多目的トイレというね、体の不自由な人とかね、使うところでいろんな行為をしたっていうんで、未だに大変な思いをしてるわけですよね。まあちょっと調子に乗っちゃってるところもあるのかもしれないね。売れてる真っ最中だとね、売れてないけど調子に乗らないようにしないといけない。みんながね、女の子も寄ってくるだろうしみたいなことで、さすがにね、こういうちっちゃい子供もいて、奥さんも、ね、綺麗な、それは関係なくなっちゃうんじゃない の、 僕は最初裏切ったことないだけが唯一の取り柄の男ですから。そうですか、はい、結婚したことがないからね。あ、そうね、だそうです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。